皆さんこんにちは、キャスト STV の小林です。本日はですね、スペシャルゲストにヒロ先生にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。ヒロ先生はですね、ご自身で YouTube チャンネルをやっている、税理士の先生であるということで、なんと今日は大阪からお越しいただきました、はい、ありがとうございます。本当に、今回ですね、テーマとして、税理士の試験ってはどんなものなのっていう話と、あとはやはり税理士になると会計事務所に就職をするということで、そのあたりもお話を伺えればなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ヒロ先生の YouTube チャンネルにつきましては、はい、概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、では早速なんですけれども、はい、やはりまず税理士になるというためには、税理士試験に受かるわけですよね。そうですね。はい、その場合やっぱりこう大学生の頃ぐらいから勉強を始めるっていうのが一般的なんですか？はい、そうですね。私が辿ってきたルートなんですけれども、これ大学でその何系の科目を取るかっていうのがあるんですけど、基本的にあの経済か法律に関する科目をこう何単位か取ることによって、大学3回生以上からその受験資格を得られるというのが一番メインのルートなんですね。ですので一般的には3回から受験しだすと、3回生の時から受験を始めるということが多いんですけれども、それだけではなくてですね、簿記検定、日商のその簿記検定の1級とか、前級の簿記検定というのがあるんですけれども、それの上級、そういうものを取得してると税理士試験の受験資格があるということで、大学行かれてない方、高卒の方とか専門学校卒の方はそういうルートですね、1級とか上級を取って入ってくるという、そんなルートがありますね。そうなんですね。僕てっきり学生になったらみんな受けられるもんだと思ってます。受けれないんですよ、実は。ちゃんと単位を取らないといけない、ね、大学生の場合は。確かそうですね。経済系か法律系1科目でも取ってれば OK だったと思うんですけど、ずっと例えばね、文学部でもう英文科でやってきただけでいくと、これ受けれない可能性があるので、そのあたりはちょっとね、要注意ということなんですね。で、結構税理士試験っていうと、はい、僕のイメージだと、はい、結構科目が多い、なんとか税とか、なんとか法とかあるんですけど、9科目あるんですけれども、税理士になるために必要なのは5科目なんですね。なんか必修と選択みたいな、はい、必修も絶対必要な科目は会計の簿記論と財務諸表論、これも絶対取らないといけませんと。めちゃくちゃ必要そうな名前ですよね。そうですね、もうあの会計の基本の基本で、次に選択必修なんですけれども、これあの皆さんご存知 その国税の一番メインと、法人税法か所得税法、これどっちかは絶対取ってくださいねと。少なくとも法人か個人か分かってくださいと。でその上で、その取らなかったいずれか、法人税所得税法のいずれかプラス相続税法、消費税法、あと何があったかな、酒税とか事業税とか国税徴収法とか住民税とかあるんですけれども、その中から残り2つを取ってくださいねっていうのが、基本的なルールになります ね。 なるほどですね、はい、結構勉強はそうすると大変、そうですね、受け終わって、率直に感想をお話しすると、独特な試験ですね。税理士を選んだそもそもの最初の、きっかけとして、科目合格制を取ってるんですね。で科目合格制、とにかくその科目を取ればその科目は永久に免除になると、もう永久合格で、それを5つ積み上げていけばいいということで、これだったらいけるなと、いけそうだなということでスタートしたんですけれども、やっぱりそんなには甘くなくて、1科目のボリュームっていうのはそこそこありますんで、完全に専念をしたとしても1年に2つか3つが限界で、税理士って主に働きながら受ける方が多いんですけど、勤務しながらだとやっぱり1科目ですね、最低でも5年かかるというような感じですね。なるほどですね、そういう意味では、2年とか3年以上かけて取ることも、逆に言うと可能であるというか、そうですね、一発で1年で合格した方っていうのは数年に一度いるかいないか、そんなレベルなんですね。僕にとちょっと馴染みが深いのは司法試験なんですけど、司法試験の場合はまず担当式で、で論述やって面接みたいな感じなんですけど、そういうのではなく、もう科目の数を集めてくるみたいな。集めてくると。なんか面接とかはないんですか？面接はないです。じゃあもう、毎年、コレクトして集めて、集めていくということで、合格すると。で、欲張って5ついっぺんに受けると全部ダメっていうふうになっちゃう場合もあるんで、やっぱちょっと戦略的にその、科目選択はしていかないといけない。なるほどですね。はい。
あともう一つ伺いたいのは、はい、まあ、税理士とちょっとまあ似ていると、うん、多分視聴者の方が思いがちな会計士、公認会計士、ね、はい、まあ、こことのまあ資格的な違いとか試験的な違いっていうのはどんなものですか？ね、なかなかこれよくわからないと思うんですけれども、そもそも仕事は違うわけなんですよね。公認会計士って監査というもの、はい、まあ上場会社をメインにその会計の情報が合ってるかどうかをチェックするのが彼らの役割で、我々税理士っていうのはその税務申告書を作ったり税務相談をするっていうのがメインの役割になるので、科目の体系もやっぱりちょっと違うんですね。当然ながら公認会計士に税金に関する科目ってほとんどないんですけれども、まあその代わり監査論とか経済学、商法民法、この辺が科目として加わってくるということになります。でやっぱりちょっと試験制度が今変わってできてるんですよね。その公認会計士の制度も変わりつつは、変わったところなんですけれども、一般的には見てると学歴的なところで見るといやいややっぱり公認会計士の方が若干高いと思います。公認会計士になると税理士的な仕事っていうのはできるんですかね？はい、そうですね、資格の登録ができてしまうんですよね。例えば税理士だったら試験合格してなくても行政書士の登録ができるというのがあるんですけれども、まあ、それと似たような感じで公認会計士を取れば、税理士の登録もできると。ですから、まあ、公認会計士で独立してこう頑張ってる方は、まあ、そのメインの監査で食べていってる方は少ないですね。そうですよね、税理士業をしてるって方の方が会社に入るのは難しい、はい、ということで、税理士としてやっていくことも一応可能ではあるということですね。可能は可能ですね。大きなね、うん、その会計士と税理士の大きな違い、試験制度の大きな違いっていうのは、税理士は抜け道が結構あるんですよ。そうなんですか。はい、これ税理士受験生の方はご存知だと思いますけど、まあ、ちょっとね、抜け道っていう表現が正しいのかわからないですけど、例えばその税務署をこう、ね、長期間勤め上げるとかすると税理士の資格がもらえるとか、あとはですね、大学院ですね、大学院に行って、これも法律系経済系いろいろあるんですけれども、はい、科目免除っていうのがあるんですね。大学院2年行けばもらえると、科目がもらえると。で今はですね、制度が厳しくなったんで、法律系のあれ大学院は何でしたっけ、修士っていうんですからね、はい、修士ですね。大学院でその法律系の科目をこう、ね、履修ちゃんとしたということであれば、その税法科目3科目のうち2科目が免除されて、で会計系であればその簿記財務諸表のうち1科目が免除されるということで、大学院4年行けば3科目免除、はい、でこれ昔はね全部免除だったんですよ。だからやっぱり、そうですね、後継者税理士でどうしてもそのね、親御さんが税理士で自分も税理士にならないといけないという方は大学院4年通うという方、これダブルマスターって業界では言うんですけど、そういう方も中にはいらっしゃいました。そういう抜け道があるのは全然その会計士と制度合格受験制度の中で一番大きな違いかなと。では実際に税理士になれた場合なんですけど、はい、仕事の種類でいうと、はい、まあ、就職をする、まあ、っていうのと、まあ、はい、開業するっていうパターンもあると思うんですけど、はいはい、なんか違いっていうのはやっぱあるんですかね、仕事として。そうですね、まあ、私がですね、その一般の会計事務所に2年勤めて、でその後大手に3年勤めて開業したという経緯をね、たどってるんですけれども、まあその開業するとこれ他の仕事でも一緒だと思うんですけれども、基本的に全てをこうしないといけないですよね。そのまあ、何が一番大事かっていうと、最初営業ですよ。仕事を取ってこないといけないんで、それもしないといけないですし、事務所の規模が大きくなるとその人事とかね、採用とかって問題が出てくるんで、まあそうですね、職人を目指したいという方は、まあ例えば大手の事務所でね、バリバリやるっていうのも一つかなと思います。なるほどですね。はい、なんか大手だとやっぱりその1個の会社に対してまあ全部見る、それこそまあ中小企業の顧問税理士とかではなく、チームで何かするっていうイメージだと思うんですけど、ただそれはあれなんですよね、こうお客さんの規模が大きくなるってイメージなのか、それともちょっとやることが変わるってイメージなんですか。まあ両方ですね。両方あるんです。お客さんの規模が、まあ、そもそもやっぱり違うのがあるんで、一般の会計事務所、まあ、私の営んでる会計事務所もそうなんですけれども、大体その中心の顧客層って年商で数億数千万のところがメイン層なんですね。でビッグ4は私が以前在籍してたような、ああいうところに行くとやっぱ年商10億から上とか、上場会社の子会社とか、はい、私は EY というところで国際税務やってましたんで、外資系企業さんがメインだったんで、まあ、規模が
そもそも全然違うと、うん、でそのクライアントさんが求めるのは税務の専門家としての立ち位置を求めてきますので、うんうんうん、基本的に税務相談しかないんですけど、一般の会計事務所だとやっぱりその、ね、小林さんもそうですけど、はい、一から独立される方って、はい、やっぱり何でもかんでも相談したいんですよ。そうですね、もう右も左も分からないので、はい、帳簿の付け方もあれば資金調達とか売上どうやったら上がりますかねとか、うん、まあ、時には採用で困ってますとか、ね、いろんなこう相談を受けるんで何でも屋さん的な雰囲気はありますね。なるほどですね。やっぱり大手だとその今ちょっと出ましたけど、はい、国際税務ですか、はいはい、なんかは多分普通の小さい会社だとなかなかまあしないですね。ないですよね、はい、そうマニアックです、はい、やっぱりこうなんか海外とのなんかこうやり取りですか、はい、関税とかそういうことですか、そうですね、関税はかなりマニアックで、はい、そういう部署も部署もありましたけど、ね、基本的にあの皆さん勘違いされるのは国際税務イコール海外の税法を知らないといけないっていうわけではなくてですね、はい、はいはいはい、海外の税務はこれはあの例えば私の所属してた EY であればその、ね、海外の事務所があるんで、うん、海外支店みたいなのがあるんで、るそこで現地の申告っていうのはこう完結しますよね、うん、で、まあ、その親子会社本社が例えば米国にあって、はい、子会社が日本にあるといった時に、うんうんうん、この親子間でいろんなそのお金のやり取りがあるんですね。でその時に例えば、親会社からお金を借りてますと、うんうん、で子会社はその返済をするとともに親会社に利息を払わないといけないというのがあったとしますよね。で、一般の日本企業で例えば小林さんがお金借りてね銀行にお金返すといった時は、はい、単にこれ返せばいいんですけれども、はいはいはい、そういう親子間で利息を払う時っていうのは源泉徴収の話が出てくるんですね。その支払い利息に対していくらか引かないといけないと。で、通常 20% とか率が決まってるんですけど、その国と租税条約を結んでいるとこれが免除されるとか、かなりマニアックな複雑になってきますね。そうなんですよ。そんなことをしてたりしましたね。確かにそれはこう、はい、なんていうんですかね、はい、言い方あれですけど、はい、専門的な、そうですね、かなり、うん、はい、マニアックな会社じゃないと分からないかなと、はい、あると思うんですね。ですね、はい、まあ、今は、まあ、広瀬さん独立されて、はい、あの、まあ、大阪拠点にやってらっしゃると思うんですけど、はい、やっぱりそうすると、まあ、先ほどおっしゃっていたように、はい、まあ、お客さんは基本的にはさっき言ったの数千万とか数億とかの方が、まあ、はい、中心になってくるとは思うんですけど、はい、まあ、それだとこう前、うん、昔その EY とかにいらっしゃった時と比べれば、うん、まあ、だいぶ小さ、まあ、悪い意味ではなく小さい会社が多いと思うんですが、うんうん、そうですね、なんかそれでこう良かった、はい、打点とか悪かった点とか、ね、私はまあそういう2つの、ね、道を経験して自分がどっちに行きたいかっていうと、うん、やっぱりその中小企業さんですね、もう自分のその命に次に大切な財産をこう我々に託してくれる、うん、通常大手の会社さんだと経理担当者さんが相手になるんですよね。あ、確かにそうですね。そうそう、うん、で中小企業さんだと我々の相手お客様っていうのはもうほとんど社長さんになるんですけど、うん、やっぱ私はもう社長さんと一緒に話をしてなんとかその会社が良くなるように元気になるようにサポートしたいっていうのがあったんで、うん、この道を選んだということなんで、まあ、これはどっちがいい悪いとかではなくてやっぱり好き嫌いなのかなと思いますね。税務職人になりたいと、もうマニアックな税務をこなしたいということであれば大手に行くべきだと思いますし、社長さんを相手にこうどん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 その、ね、経営の中身まで入っていきたいということであれば一般の事務所の方がいいと思います。はい、ありがとうございます。はい、はい、というわけでですね、本日はヒロ先生に、まあ、税理士試験の話と、まあ、税理士の仕事の話を少し伺いましたが、またね、別の動画でもいろいろとお話を伺いたいと思いますので、ぜひご視聴ください。繰り返しになりますが、概要欄に先生のチャンネル URL 貼っておきますので、皆さんぜひチャンネル登録お願いします。というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。この度私が就活イベントに登壇することになりました。その名もガチドラです。ガチドラとはどんなイベントなんでしょうか。はい、就活生の方向けの企業マッチングイベントです。なんと企業がドラフトを行い皆さんのことを指名します。面白そうなイベントですね。小林さんはいつ登場するんでしょうか。6月の22日、7月の20日など、おおよそ月に1回登壇させていただきます。詳細は概要欄に説明の動画をリンク置いておきますので、ぜひご覧ください。毎回定員制になっていますので、早めに申し込みするといいかなと思います。それでは皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。